しまーす。よし、ではお嬢さん閉めてや、はい閉めて。はい、というわけで前回ファームフィールドでのドッグランの様子を見ていただきましたが、最後にですね、みんなで記念撮影をして無事にイベントは終了したんですが、ファームフィールドには他にもいろんな楽しいところがあるということなので、そこを楽しんで帰ろうかなと思っております。ところでですね、さっきから皆さん気づいてるかもしれませんが、なんか変な違和感ある部分ありますよね。本人は至って真面目なんですけどね。ママさん、さっきからずっと見切れてますけども。はい、というわけでこっちにですね、いろんな人たちがいるということなのでやってまいりましたが、うわ、ニワトリさんや。こんな近くで初めて見たかもしらん。あ、あかんわ、卵を温めてはる。こんなところ邪魔したら絶対あかんで。そしてこっちにもまた違う人たちがいてるということなんですが、あ、ウサギさんですね。どうもこんにちは、ボルタローです。いやー、あなたたちザ・ウサギっていう感じやね。なんかお嬢さんが持ってる本とかに載ってんのそのまんまやわ。あ、あんなとこに集まって喋ってはるわ。何喋ってはんのやろか。あ、誰か来た。あ、どうもこんにちは。わざわざすいませんね、挨拶しに来てくれたんですかね。あ、他にもいっぱい来てくれた。いやー、ほんますんません、気使わせまして。わざわざ挨拶しに来てくれたからちょっとお返しせなあかんね。よし、それを買っていきましょう。これよかったらどうぞ。つまらないものですけれども。あ、つまらないものってウサギの餌って書いとったのに、そういう意味じゃないんで、特に意味はないんで気にせんといてくださいね。あと余ったら僕食べるんで置いといてください。うわ、ヤギさんやって、めっちゃ近くで見たら大きいな。あれ、全然動かへんけど、これ本物かな、作り物ちゃうか。あれ、全然動か、ああ動いた、ちょっと動いたな。よし、こういう時はあれに限る、買ってこよう。それそれそれやね、ヤギさんの餌。それを買っていけばさすがに微動だにせんかったヤギさんもテンション上がるはずや。それにしても兄貴ドロドロやな。僕よりドッグランではしゃいだんちゃうか。ちょっとどんなんか見せてくれる？別に食べるとかそういうつもりじゃないから、ちょっと見るだけ。あー、なるほど、こんな感じね。いただきます。冗談やからやめてよ。冗談冗談、食べるわけないやんか。はい、どうぞ。ヤギさん、つまらないものですけども。あ、間違えた、また言うてもうた。いや、つまらん、うわ、違う違う違う、そういう意味じゃないんですよ。怒らんとってくださいね。間違えても僕のこと食べないように。あ、やばいな、なんか思ってるよりすごい勢いで食べてる。このままやったら僕がやられそうかもしれん。ちょっとやばい、もうちょっと下がろう。ちょっと体勢立て直して。危ないとこやで、間違えてあんな勢いでかじられたらただでは済まんで。よっしゃ、こんなん見ようか、もう一回。あ、もうなくなった。え、おい、ちょっと待てよ、なくなった途端すぐどっか行きよった。おい、どういうことやねん。ちょっと待て、僕になんか言うことあるやろ。よっしゃ、ほんならドロドロやし、帰って風呂入って手こいて寝よっか。みんなもファームフィールド一回行ってみたらどうですか。あ、最後まで見てくれた？ほんでいいねボタンも押してくれて、チャンネル登録もしてくれんの？それはめちゃくちゃ嬉しいや。みんなどうもありがとう。ほなまたねー。